今2人いるんで、どちらが華麗に砕けるかというですね、よりド派手にブレイクした方が勝ち、ね、そう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 、じゃあ中澤くん2ラップ目いこう。いきますか、2ラップ目。はい、ハンド使っていきます。ああ、なるほどね、その方法もあったか。ではいきます。はい、見た目変わってないけど音だけした。あれ、これもしかしてさ、うん、あ、え、うわー、なるほど、こんな感じ。いや、見せてくね、こういう感じね、裏が割れてます。ケンシロウみたいな感じで。ケンシロウだね。お前は死んでたよみたいな。でも、はい、わー、綺麗だわ。卵のこの独特の流線形も残しつつ、残しつつね。うわー、考えられてるな、プレイが。このパカって感じだね、卵の。うん、まあ、派手さはないね。まあ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 、芸術って、うん、何を喋ってたの俺は。じゃあ開けてきますか、これは。何入ってんだろう。いや、本当に最初の初代マリオよ、スーパーマリオのやつ。ん、あれ、だいぶ等身があるな。ここがパカパカしてんだよ。ここは不具合。ここはパカパカしてる。ああ、ちょっとあれかな、劣等生かな。劣等生なのかな、うん、訓練あんまり受けてない感じの。受けてないのかもしんないね。やっぱでも寝違えたらそうなるよな。あ、そういうことか。しょうがない、縛りつけられたみたいな。縛りつけられてる人みたいな。ああ、後ろからどつかれた人みたいな。崖からね、落ちる感じね。崖から落ちちゃう人。いいね。あ、で、このアクリル板もちゃんと、ね、アクリル板もちゃんと付託してますね。はい、ここはあの、ちゃんと放送しないとやっぱり、うん、ね、まあ、ね、炎上するから。そうそうそう、うん、まあ、どっちかというとチョコ割ってる方が炎上しそう。まあ、消費してるからいいよ。まあね、ちゃんと食うんでね、うん、ちゃんと食ってるから、うん、爆弾員は…そうだね、よし、ザ・爆弾員は欲しいね。欲しいね。いや、どの技使うかな。多彩だからな、この競技。うん、ね、割とね。じゃあちょっといきますね。はい。うわぁ、うわぁ、おっと、半分になって半分じゃないですか、これ。ちょうどこの切れ目のとこで割れてる、ね、うわ、これコーヒー豆っていう技です。コーヒー豆って、コーヒー豆っていう技。これがコーヒー豆。これがコーヒー習得者本当に少ないからね。ノウハウ教える番組、これ。動物以外来い。はい、あ、帽子しかない。普通のマリオの感じがする。そうじゃない、これ。おーっと、分かりにくい。ん、なんだ、誰だこれ。あ、64だ、64のあの羽機能が追加された時の64マリオですね。頭に羽つけて飛ぶやつ。そうか、マリオの頭から羽が生えてるよね。そうね、このアイディア面白いよね、やっぱ。おーおー、いいね、いいね、躍動感あるね。お、いいいいいい、素晴らしい、すごい。ああ、ソーシャルディスタンス、うん、ちゃんといいね。2メートル保てよ。やってまいりましたね。うん、あ、本当はね、視聴者投票とかにして。そうだね、1ヶ月後とかにね、やりたいんだけど。そう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 、5万人いるからね。いや、一応そうなんだよ。チョコのね、賞味期限は待ってくんない。いや、待ってくんないんだよね、ほんとに。あと30分ぐらいで切れちゃうから、うん、ここはやっぱりじゃんけんじゃないですか。じゃんけん、最初はグーじゃんけんぽい。じゃあ中澤君行っていただきたいな、これ。じゃあ一回もやったことない割り方でね。マジで行きたいんだけど、うん、何あるかな、うん、まだ手つけてないやり方。600ある技の中で。いや、そうなんだよね。ね、テレビで出してないやつでもいいよ。テレビで出してない技。出してないやつ。ああ、はい、じゃあこの はい、高位置から落下するっていう、叩きつけるという技があるんで、それを披露したいと思います。潰してない。はいはい。まあちょっと一回アングル外れちゃうんですけど。あ、まあまあ、しょうがない、しょうがない。はい。マジで怖い。今この怖い、うん、サインもどんどん上に上がってます。ではいきます。いや、マジで、うん、割れない、割れてない。さあ、もう一回、
これね、割れてないよ。なんと、割れてるんですか。真っ二つにな奇跡じゃん、はい、真っ二つになるっていうね。これみん今二人とも困ってたところです。超困っててオチどうしようかなって思ったところ割れたね。はい、これがね、垂直落下落としっていうさ。適当に名付け、本当に綺麗に半分こって感じ。もういや、いいもん見せてもらったね。はい、中身どうでもいいもん。もうってことでね。最後の1個は、ね、いやちょっとね、俺的にはヨッシーと共にあるやつが欲しい。そうだね、それ押してたよな、うん、最初から。そういえば、うん、開かないな、頑固だな、開かないパターン、頑固だな、開かないパターン、臨場感あるな。はい、さあ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 、開きました、開きましたね。おっと、これもしかして俺らが一番欲しかったこれパーってやつじゃないですか。ちょっとじゃあゴロンゴロンしてください。いきますか。はい。ああ、まさかの組み立ていらず、これパーツないパーツない。アクリルボード、アクリルボードとこれしかないよ。え、あの支えの透明のやつもないよ。え、いいっすか、ちょっと一番面白いやつ、ご尊顔いいっすか。一番面白いやつ出てきた。え、これやばいな。え、彼えぐくないか。やばいよな、ポケモンだぜこれも。これやばくない、これなんか虫みたいなやつ。虫みたいな感じ、やばい。これいっぱい同じの作って、うん、蜂の巣みたいに。やばいな、結果的に欲しいの来たね。いや、すごいね。まあ、ちなみにさ、気づかんかったけど、うん、シークレット出てるよね。え？いや、今更なんですけどさ、え？そいつシークレットだよな。え？これ、この人はこいつシークレット。ちょっとラインナップと照らし合わせてみますか。照らし合わせていいっすか、じゃあ、はい、ビルドマリオいないよね、ここにね。え、怖い話だ、これ。怖い話だ。全く気づかずに、シークレットとか言わずに来たね、言わずにね、これら今まで。はい、いや、すごいな、なんか、いいやつが全部出た感じ。ですよね、ちょっと並べよう、最後。並べますか。いや、並べるといい。いや、いいね、こういうスタジオみたいな。いやいいね、やっぱりその、64は割とディースでやってさ、羽マリオも使ったし、使ったね。やっぱ最近ね、実況やっててね、ビルドマリオにもね、もうお世話になってますね。いや、お世話になってるね、ビルドマリオ。うん、岩はもうやっぱり見た目がいいって言ってたからさ、で来てくれてよかった。この3体すごいな。いやもう当てれて本当によかったわ。岩マリオはもう異彩を放ってるやつ。異彩彼だけ、なんか孫悟空ですかみたいな。岩出身だよね。岩出身だね、これ。正式名称なんていうの、彼なんていうんだろうね。衝撃だよな、誰がこの名前知ってるんだっていう。ゴロ岩マリオって書いてある、ね、ゴロ岩マリオ。え、岩ではないんだね、もうね。岩マリオとゴロ岩マリオらしい、擬音が入っちゃうわけだ。はい、彼にもパーツあったね。あったね、組み立て。もう最初からできてたけどね、もうなんならトーマスみたいな感じで頭部だけはめ込む感じ、はめ込む感じになってるけど、ちょっと一回外してみっか、逆に。そうだね。彼、何、逸材？逸材かもしれない。生まれながらのこの姿かもしれない。あ、無理だ、あんまり無理すると鼻多分曲がっちゃうから。あ、そうだね。鼻曲がり小さになる。鼻曲がりになっちゃうよ。こいつが一番おもろいよ。皆さん、よければね、どちらの潰し方が良かったかと、まあね、コメントでね、コメントで教えてください。こうして今日の良き日を迎えることができたのも、ご列席くださった皆様のおかげです。まだまだ未熟な私たちですが、どうぞ温かく見守ってくださいますようお願い申し上げます。私たちの新しい出発をこんなにも多くの方々に祝福していただき感謝しています。出発してね。この気持ちをいつまでも忘れず助け合っていこうと思います。これからもご指導のほどお願いいたします。しまったね、しまったね、しまった。